ったあった。何ある？他に勘違い。もう人のことばっかり言ってたんだ。俺あれですよ、俺アリさん、小沢さんにこのメール読めお前って言われたんで読んだんで、ちょっと小沢さんの勘違い話も聞かせていただきたいんですけど、それはオチに持っていきたいんです。沢城さんどうですか？私ね、結構ある。ありそう。ある。あんた何が天然だ、世間知らずだし。どうぞ。あのね、最近発覚したのはいろいろあったんだけど、うん、そのあのレインボー初っていう番組もさ、私あれレインボー一発だと思ってたし。レインボー一発？そうだからね、そこを細かく言われるとそうなんだよ、棒が足りてないじゃんとか言われるんだけど、そういうことじゃないんだ、パッと見の印象だからみたいな。で最近ねあったのは、これも別によく考えりゃそうだったんだけど、経理士さんっていらっしゃるじゃない、うんうん、お金のことやってくれる人たち、うん、でね、うち自営だったから、うん、あのなんか月に1回くらい羊羹が用意されてる日があって、その日は、うん、あの経理士さんがいらっしゃる日だったの、うん、で朝お母さんに今日帰ってきたら経理士さん来てるから、うん、あの来てるよって言って、あ、分かったって言ってたんだけど、うん、私ずっとね経理士さんだと思ったの、うん、そう、経理士さん、経理士さんだから、経理士さんで思ってたんだけど、じゃあ漢字でどう書くのって言われたら、いや、おかしいよねって思って、まあ、その人の仕事みたいなことはなんとなくあった。そう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 。だからそのもう経理士、ニュアンスだよね。いや、口頭で聞くと、ね、特に子供の頃とかね。そうなんですよ。そう、だからそれで最近、あ、経理士さんかと思って。つながった。つながったの。あ、っていうのが結構最近あったかな。日本語で言うとね、大団円って言うじゃないですか。あ、うん、まあ、ちょっと君は分かんないかもしれないけど、いやいや、大団円って言葉がありますね。あれ俺はね、ずっとなんでか大円壇だと思ってた。あ、でも私もあるでしょ。あります、ね、これね、意外とね、そのこの勘違いしてる人多いのよ、はいはい、この話すると結構一人はいたりとかするの、はいはい、なんでか分かんない、よく見たら大団円なんだよ、確かに。そうなんですね。だけどパッと見の字の印象でなんか大円壇って思っちゃったら、一文字ずつは読まないんだ。雰囲気と雰囲気みたいなことだよね。なんかね、体育みたいな、体育あるね。日本語ね、本当にね、本当に難しいよね。さあ、いや、特にもう同じ感じですよ。ふざけるな。でカタカナなんですけど、ちょっと沢城怒らせるのやめてもらえますか。で、デスクトップが、デスクトップ、もうなんか、あ、デスクトップだよねみたいな言っちゃったりするのありますね。デスクよりデックスの方が言いやすいかもね、確かに。なんか結構カタカナはなんか文字が逆になってたりします。あ、ネガティブ、メガティブみたいな。逆じゃねえじゃん。自分の言ったことに責任持って。宣言的が早い。並びがおかしかったです。